ロレックスがついに口を開きました。このチャンネルは私、平成元年まで無休が、ロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一休は無休ます。勤務持ったけど、というところでございます。はい、皆さん、こんにちは。無休でございます。本日につきましては、ロレックスね、ついに、公式声明出しました。ロレックスが今まで買えなかった理由。こちらの方ね、話していきたいなというふうに思います。今までね、諦めかけてた方、諦めないで。心配することなかったよ。いけるっていう話でございます。ぜひ最後まで聞いてください。説明しよう。このチャンネルではですね、皆様からのね、情報をもとにね、私がね、GMT マラソン中でございます。1年経ったが買えません。ただね、本日なぜ買えなかったっていうのが判明しました。まあ、ロレックス情報をどんどん上げていきますので、皆さんね、良ければチャンネル登録お願いします。はい、それではね、ロレックス、何を、どんなね、公式発表したのかというところをね、ちょっと話していきたいなと思います。これね、アメリカでの取材があったらしいです。記者の方がアメリカでね、ロレックスに対して現在のこの品薄状態っていうのはどういう状況なのかというのをね、公式声明がね出ましたので、これについて話していきたいなと思います。本当ね、ロレックスっていうのは全く今までね、こういうね、品薄状態に対することに対して一切口を開かなかったそうです。まあね、ロレックスって株式会社というか上場してないらしいですね。うん、だから秘密にできるところは秘密にできる、会社でありますので、一切そういうところは話していなかったんですけれども、今回、ついに出ましたよ。はい、まずね、なんで今まで買えなかったのか、理由2つあります。はい、1つは、やはりコロナですね。うん、コロナによるやっぱ生産の遅れっていうのは、やっぱりね、あったそうですね。うん、そしてそのコロナによる生産の遅れ、需要が拡大する、需要が拡大することによって二次流通での価格の高騰、そうですね、それはありますよね。確実にもうね、このね、金目もね、今540万円ぐらいが一番最安値ですね。私が買ったのがもう405万円とかなんでね、だいぶやっぱ値段も高騰してますよね、その並行価格で、考えたら。で、そういうふうに二次流通での需要の拡大によって供給が追いつかないというところで、またそれもね、現在その品薄状態になっているというところになっているそうであります。で、この状況をロレックスはね、パーフェクトストームというところでね、言っておりましたね。今ね、ロレックスに何が起きているかって皆さん聞かれましたら、こう言ってください。パーフェクトストロング、いいですか。はい、今何が、なんで買えなかったっていうと、パーフェクトストロングのせいで買えなかったというところでございます。はい、それでね、どういうふうなね、まあ、ちょっとその質問に対する回答の文章がありますので、これちょっとね、私の方でね、読み上げていきたいなと思います。英語の記事もね、下に載せておきますので、ぜひね、皆さん見てくださいというとこですね。それではね、いきたいと思います。ロレックスの製品の品薄状態は当社の戦略ではありませんと。はい、ここ聞きましたか？戦略ではないというとこでございます。今の生産体制では、現在のカスタマーの需要を完全に満たすことはできません。少なくとも当社の時計の品質を落とさずに供給するのは不可能というところでございます。我々が理想とする製品のレベルを維持するのに時間が必要であり、これまでもそうしてきたように全ての時計が当社のエクセレンスの基準を満たすだけでなく、品質、信頼性、堅牢性の面でカスタマーの期待に応えることができるように必要な時間をかけていきます。私たちは優れた時計を作るために必要なことに妥協しません。ロレックスの時計は全てスイスにある4つの拠点で開発製造されており、品質、性能、美観に関するブランドの独自の品質高品質な基準を満たすように細心の注意を払いながら手作業で組み立てられています。当然のことながら生産できる数には限界がありますが、当社の品質基準に基づいて可能な限り生産能力を高めていくつもりです。
最後にロレックスの時計はカスタマーの分配を独自に管理している定期販売店のみで販売されていることに留意してくださいというところでありますね。はい、こういうふうなね、あの回答があったというところでございます。はい、これがね、まあ、パーフェクトストロームのね、内容でございます。それでね、あのちょっと日本語記事のね最後の方に書いてあったんですけれども、まあね、今の生産を2倍にするのであればあと20年かかるって、いうことでしたね。やっぱロレックスとかっていうのはね、もうね、しっかりともうね、細かい形でね、あの作られてますので、やはり生産を2倍にするにはやっぱ20年というね時間を要するというところがありました。まあね、これを見てね、ムケオの感想になるんですけれども、まあちょっとね、皆さんどうですかね、一つちょっと安心した感じありませんか？私ね、ちょっとやっぱね、YouTube やってて、こう、ずっと変えない。もう1年以上変えてないんですけど、結構言われるんですね。お前、顔バレ。YouTube で顔バレしてんじゃないかとか、いろいろね、こういうふうに顔は出してないんですけども、バレてんじゃないのか、それによって、売ってくれないんじゃないのかとかね、結構いろんな話があったんですけども、まあ、こういうふうにね、ロレックスが、正式に発表しました。もうね、今生産が追いついてないというのがね、やっぱね、一番大きい原因でありますね。うん。で、まあね、今後ね、やっぱ供給が増えてくれば、まあ、転売ヤーさんが消えていくじゃないですか。うん。転売ヤーが消えるということは、需要と供給のバランスがね、しっかりと取れてくるのであれば、やっぱね、私がね、買える確率っていうのも上がってくるんじゃないかというふうに思っております。だからね、ちょっとね、私もGMT マスターちょっと諦めてはないんですけども、ちょっと、ね、きついなっていう面もあったんですが、ちょっとね、ほっとした面がありますね、この記事については。はい、本日ね、このね、公式声明を聞いて、ちょっとね、皆さんもほっとした方もおられるんじゃないでしょうか。まあこれがね、いつ開けるかは分かりませんが、まあずっとやっとけばね、一応この需要と供給のバランスが取れれば買えることはあるというふうに思いますので、もう本当にね、ロレックス好きの方はね、諦めずに正規店に通うことですね。うん、今とりあえずこういう現状であるというのをね、まず皆さんにお伝えしたところであります。私もね、諦めず正規店行ってね、向けていきたいなというふうに思いましたので、今後もね、ちょっと頑張っていきます。はい、以上です。はい、こんな感じでね、時計にまつわる、まあ主にロレックスにまつわるね、情報をどんどんね上げていきますので、もしよければ、チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いしますというところでございます。はい、まあね、また週1ライブとかもやってますので、ぜひね、よければ来てください。はい、そんな感じでね、ロレックスマラソンの方、まだ諦めるの早いですよ。はい、やっていきましょう。うん、これも自分自身に言ってるようなもんなんですけど、はい、頑張ってね、これからもマラソンしていきたいなと思いますので、皆さんも頑張りましょう。以上です。ムキムキオッケー。ではまた。